ダーッと男が走って帰るからね。おついに人類初の生還者現れるかなと俺はずっと見てたんだね。そうしたらね、向こうの方にね、嫁がライフルが渡ってきてね、ゾーンと撃ってね、結局また帰ってきちゃった。大王さん、そうそう、お時間の方が、あったあった、うん、ああお待たせしましたね。最初の方、あなたはどうしてここにいるんです？いやお邪魔します。私ね、最近どうも胃の調子が悪くてね。ここは医者ではない。医者に見放されたやつが来るんだ。なんだお前の調子を見ると、ん、殺人三犯、放火、詐欺、強盗、ゆすり、なんだお前この犯罪歴は。それしか脳のない男でございますからね。何を受け取ってんだ、反省の色がないな。はい、お前は地獄。おお、次、3人組で現れたの。うん、お前はどうしてここにいるんだ。私はもう、いや、気持ち悪くてございましてね、女房が浮気してんじゃないかとこういつも疑ってたんですよ。もう会社からね、ついに心配で昼休みにだって帰ってきちゃったんです。そしてね、もうマンションなんでダーッと異常階段上がってこう鍵こう食べたんです。女房がね、もうこう乱れた格好してるんですよ。これだと思ってね、バルコニーからずっと見たらね、植え込みのとこでね、うん、男がズボンをこうずり上げながらね、走ってくる。この野郎真男だなと思って、ね、冷蔵庫をこうずっと投げちゃったんですよ。そしたら当たりましてね、殺人罪だって言うんで死刑になっちゃったんです。お前はついてないな。こんなものお前はどうしたの。私ね、うん、ちょうどジョギングしたんですよ。もうちょっと商用がしたくなりましてね、マンションがあったんで、ちょっと植え込みで夜立ちしちゃったんですよ。まあ、金に見つかると思うと思ってね、慌ててこう走ってたら上からドバーンと飛んできて、死んじゃっててここへ来てるんです。かわいそうなやつだな。お前はあんまりついてないんだな。うん、で最後のお前はどうなの。いや、私は何にもしません。私はただ冷蔵庫に隠れてるやつ。お前は地獄だ。まあこうやって、まあ地獄極楽、地獄極楽と、まあ、大体こうね、半々にこう審判が分かれてたんでもない。ところがある日を境にピタッと地獄にいて、もうじゃなくなっちゃった。みんな極楽に行っちゃった。これじゃ訳があるんでございまして、まあ信州信濃の善光寺でこうおけち脈という免罪符を売り出したんでございます。これはまあ当時のお金で、一部金4分の1両ですから、まあ2万5千円ですね。でこれを買いますと必ずこう極楽へ行ける、こういうことで、まあ、大繁盛いただきましたね。皆さん買うでしょ、2万5千円で極楽行くんですよ。だって月1万円も払ってるでしょ。2万5千円で極楽行けるんですよ。これ買いますね。で、うん、これ最初はですね、この額に判をこう押してたんですね。手抜きにつけてポンと、手抜きにつけてこうポン、手抜きにつけてポン、手抜きにつけてポンとこう。しかし、まあ、あまりの数が多いんで、坊さんが3人死んじゃったと。こういう、もうそれで善光寺で今度シャチャタシャチみたいなことを発明いたしましてね、ボン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 とこう額に押してたんですけれども、まあそれでも倒れる坊さんがもう次々いましたもんね。で結局今のこういうお札になったと、こういうことでございますね。いや嘘ですよ。マジなんですね。いや困ったのはこれ地獄でございます。まあ亡者が一人も来ませんのでね、たちまち経営なんでございます。売り上げゼロですからね。もう血の海はもう新しい字が入ってこないから、もうガビガビになられちゃう、ね、でもう売るものが何でも売れてるんだ。もう針の山、ね、それから地獄の釜、これはみんなもう
シャワーの金属商に売っちゃうと、うん、それで鬼ももう栄養失調でこう赤鬼がとか青鬼がみんな色素がもう肌みたいになっちゃうんですよね。棒鉄の棒取り上げられるわ、もう虎のパンツは売らされるわ、もう地獄の事情でございます。まあさすがにそうなるとこうね、大王様も経営再建会議で普段もう虎のハゲーとか言って威張ってた大王と登場いたします。ではただいまより地獄再建会議を開きますとこう議長が言うと、では大王様ご挨拶。いやーなくてもいいですよ。地獄再建会議でございます。皆の者に集まってもらったのは与の儀にある。このように地獄が推理いたすとはどのようなわけかの。今日は忌憚ない意見をこう聞かせていただいて、再建に役立ちたいと思う。役人はもう優秀でございます。白木ついております。実は信州信濃は善光寺というところで桶地脈なるものを売り出したんでございます。これを買いますともうみんな極楽へ行ってしまうんで、大繁盛でございます。それでまあ地獄はこのように売り上げがない信州信濃の前後にね、よう調べたの。で対策は、建設大臣。どうでございましょうか。いっそこの善光寺の隣にですね、偽寺を建てましょう。善光寺本舗とつけましょう。その中で元祖おけち脈と。こういうものを売り出して買ったら必ず地獄へ騙したらいかがでございましょうか。自分シャバの人間はこの元祖とか本舗というのにはもう弱いんでございますよ。どうかな。大蔵大臣が渋い顔してるぞ。もっと金のかからん方法はないのかな。ならば一層大王様、そのおけち脈なる印を盗み出したらいかがでございましょう。おー、地獄の弁償だ。よくぞ気が そのような端の的な考えに至った、で、誰か、候補者はいるのかな。はっ、もうこちらには泥棒はたくさんおるんだ、もうリストはできておるんだ。ネズミ小僧ジロキスというのはいかがでございましょうか。義賊とか言われたのあれは今何をしてるんですか。もう、ネズミ小僧はもう年を取りました。今ネズミじいさんになっておるので、ゲートボール協会の会長しております。もっと若いのはいいんじゃないかい。おお、怪人20面相というのはいかがでございましょうか。変装の前に泥棒であったの。今何をしてる。今地獄デパートで美容部長をしておりまして、美魔女の奥様にものすごく人気がそうでございます。なんか忙しそうだよ。もっと暇なやつはいないのかな。アルセーヌ・ルパンはいかがでございましょうか。そりゃお前異国の泥棒だろ。そんなのを宿ったら食事とか通訳やだな、合わないじゃないか。さようでございます。ではもうネズミ、石川五右衛門ってないかでございました。あの大泥棒の、石川は今何をしてるの。はい、フリーターでございます。それは石川に行くよ。すぐやばい。まあこういうわけで早速五右衛門がお呼び出し、五右衛門も地獄でこうネットかなんかを調べてピザかなんか食ってたんですが、もうさすがに大王様が直接お呼び出しでございますから、ジャージーで食ってわけにいかない。まあ歌舞伎でおなじみの清掃でございますね。三枚こそで、黒の三枚こそで、
帯広のこうダンスのね、幅広のダンスの帯をするようにして、頭には百日カズラというボーボーのカズラをかぶりまして、キセルカズラをかぶりまして、もう臆するかというと、堂々とこう大王様に現れるんです。お呼びに預かりました、石川五右衛門でございます。おー、そちら、石川五右衛門か。呼び出したのは呼びにあらず、この度な信州は全国に忍び、おけち脈の因なるものを盗み出してほしいんだ。何事の何事かと思えばいと優しきことにてございます。ご安心あれ大王様だと来てるのかと踏み出し、おおよく申したごえん、浮かんでないぞ、ははーっていうんで、ね、これもまたタッ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 と六方踏みながら社会を迷い出ないやつ。おお、にひるわめ、おお、これが全国にか、スタンバイ客は多いの、しかしもう腹が減って腹が減ってしょうがないんだろうな。しかし、シャバに、通用する銭を持ってくるの忘れちゃって、でしょうがないのから、もう五右衛門は伊賀流の忍者でございますから、行事を使いまして、でとこドバトに負けまして、グッ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 グもうさーっと夕暮れが来る時期に暮れてしまいます。暗くなると五右衛門さすがに関東動きがピタッともう一流でございます。なんなく善光寺の宝物殿に忍び込めた善光寺でございますからお宝の山なんだこれ、おこれは翡翠だ、これはキャバクラの赤みちゃんじゃこれはもダイヤモンド、これは銀座の友の中にある最近金がないらしいからな。いやそんなことをしてる場合ではこう五右衛門がキャラつきまして、ピタッとこう狙いを定めたのがこう漆塗りのこう綺麗な箱でございます。これだな、こう箱を開けますとまた中に箱、また箱を開けますと中に箱、また開けますと中に箱、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 らっきょうみたいなものがもうついに発見いたしました。おけちなくなる因、まあ普通の泥棒ですとそれをさっとこう入れてすぐに逃げるんでございますが、五右衛門はどうも芝居心がありすぎます。それにまあ長年プルタロをしてましたので、ちょっとか頭のネジが緩んだんでございましょうね。つい芝居でこれをリムタイヤをケチ脈のラインは対岸上旬かちけなやとこれをついに額にそれで五右衛門もスーッと極楽に行ってしまった。約束を疑えれば不幸になると。です。キーポイントの代理店やってますね。遅れてすいません。いきなりすごい面白いお話聞かせていただきました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、大谷と申します。遅れて失礼しました。なんかいきなり入ってちょっとびっくりしました。
やっぱり高めてはいけないのかなと思ってこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。